木の実クラフトジンでございます。こちらの木の実ですが、お酒の美術館の地元京都で生まれたジンです。こちらの特徴はですね、やっぱりジャパニーズのフレーバー、山椒とか、あと柚子、玉露、そういったフレーバーがついたジンですので、香りが非常にいいのが特徴です。ジントニックで、おすすめをしておりますが、ジンのこの香りと、あとトニックウォーターの爽やかな香り、あとほんのりライムの緑の香りですね、それが合わさって非常に爽やかな仕上がりになるのが特徴です。少し濃いめに作るのがおすすめの飲み方です。